トバッグっていうそのウェイトをこうしまうためのこう四角いポーチを、現在地ここですね。はい、おはようございます、ミレコモです。今日はですね、普段の平塚パーキングエリアと違いまして、私がね、暖かい横須賀のパーキングエリアにやってきています。雨が結構吹き込んでくるので場所を少し移してみました。ちょっと行きましょうか。今日はですね、横須賀の方に来ているのは、城ヶ島っていうところにダイビングに来たからなんですね。まあ、普段だと伊豆半島の方にこうだんだん南下していって、で伊豆半島のまあなんか東か西か南かどっちかでこう潜るんですけれども、そうじゃなくて今回は横須賀から城ヶ島っていう一番左下かな、半島でいうとのところに行きまして、そこでツーダイブ、ボートダイブをしようとしています。で、背後見ていただいてお分かりの通りなんですけれども、ほら雨がですねめっちゃ降っててですね、今3ミリぐらい降ってるのかな、結構な雨でございます。まあダイビングは基本的に潜っちゃえばそんなに雨の影響を受けないんですけど、どっちかっていうとセットアップしてボート乗って、で海の上寒いところ雨降られながら行って帰ってっていう、そこがちょっと寒いんですね。はい、で新しい装備としては、ウェイトバッグっていうそのウェイトをこうしまうためのこう四角いポーチを2個、左右にお腹のこう左右にこうつけるんですけれども、これを買いました。これ何が嬉しいかっていうと、なくても潜れはするんですけど、標準装備のこうベルトですね、ウェイトを止めるためのこうベルトだけだった場合は、ウェイトをこのベルトにこう通してですね、毎回毎回こうレンタルでウェイト貸してくれるんですけど、それをベルトにこう通して、で、位置をいちいち合わせないといけない。でところがウェイトバッグがありますと、もう最初からこう位置がバッグの方が決まってるので、そこに上からスポンスポンと入れるだけで済むっていうのと、あとそのウェイトってなんていうんですか、鉛なんで腰になんかこうグイーッとこう押し付けられると結構痛いんですね。で骨盤のところにこう当たったりすると結構ね、こうあんまり快適じゃない。でそれがバッグのというワンクッション間こう挟んでいると少しこう軽減されるっていう話ですね。それでは雨ですけど頑張ります。脱いでいただいて、はい、おはようございます。あ、どっちからでも大丈夫、どっちからでも入ってる。で冷蔵庫も多分今日あの僕たちともうワンチームぐらいしかないんで、横須賀の南の方にあります城ヶ島ダイビングセンター、
今これどこかっていうと現在地、現在地ここですね。城ヶ島大橋を渡って前一回この城ヶ島公園って来たことあるんですけどね。本当は普通ボートのはずだったんですけど、残念ながら船がですね出航できなくなってしまいまして、悪天候で出航できなくなってしまいまして、今日はビーチに変更になりました。でビーチこの沖の方からね行くようになってるんですけれども、結構浅瀬でですね10メーターないぐらいのところをちょもちょもと泳いでまいりました。帰りになってからこの天気の良さどういうことやっていう感じですけど、まあ辰の落とし子の実物がこう見れたのが結構大きいかなって感じです。はい、面白かったらいいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ニレコムでした。